さあ皆さん始まりました。今日の日付4月の12日、今が時間17時25分ですね。いつも通り今日のマーケットの分析ですね、日本株マーケットの状況を見ていきたいと思います。で、今日日経平均ね、昨晩米国株が急落したことを受けてまたね、大きく値を下げてると、2万6000円ね、そこを目指すような動き方を今のところしてきています。なので現状の動きですよね、今晩ね CPI の発表控えてるんですけども、今日時点まででマーケット全体がどう動いたのか、まあ、個別銘柄主力どころの動き、そこを追っていきたいと思います。で、僕のプロフィールはですね、ツイッターに載せてます。7年間で、ね、証券会社に勤めてました。で、最終本店勤務で社長賞を連続で取ったりとか、しっかりとね、実務経験と実績を残して辞めて、今こういった配信をしているっていうところを踏まえた上で、これからのね、僕の話を参考にしてもらえると嬉しいですね。というわけで、まずはいつも通りですね、日経平均の冷やしチャートの分析、ここから行きたいと思います。で、現状ですね、下げ止まりの兆候見えてません。はい、MACD は鋭角に切り下げてるし、ストキャスティックスは売られ先の水準に下がっている。で、 RSI に関してはここのラインをね、割ってきちゃってるんですよね。ここのラインをね、ちょっとね、チャートの形から言うとトレンドラインが見にくい形になってるんですけど、ここのラインも割っちゃいけなかったんだけど割ってきてしまってる。トレンドラインが崩れてるんですよ、ストキャスティックスだけ売られ先の水準に入ってるのは。で、日足のポジションも見るんだけど、重要なのはやっぱし移動平均線ですね。5日移動と25日移動がデッドクロス組みそうになっていて、ここのね、窓埋めを狙うような形で下げてきてます。で、一目の下限のラインもね、割ってくるような動き方をしてるので、割ってきそうなね。微妙ですよね。はっきり言って微妙。はい、もう僕はね、もうすでにノーポジなんでね、静観してるような形なんですけどね、このマーケットに関しては。もうここあたりでも手締まってますから、まあ皆さんにもですね、そういった形でね、アナウンスとかも、売り上がってた方がいいよってことね、話したんだけど、まあ、見事にね、今回もまた下がってきましたよね。うん、また下がってきた。で、今回のこの急落に関しては、まあここあたりに関しても、ある程度予想はできてたんですよね。まあ、アメリカのビクスイかな。S&P500 のビクス指数の動きを見てれば、今回の下落もね、容易に今想像できたという状態なんですけど、ポイントなのが、MACD のゴールデンクロス形成ですね。青のラインがオレンジのラインを下から上に突き抜けるパターンであったりとか、まあ、パラボリックがね、上昇トレンドを形成するとき、まあ、ここのタイミング、まあ、こういった風にね、この市場の不安心理を表すビックス指数が上昇トレンドを形成している段階というのは、最大限のリスクを考慮しないといけないんですね。考慮。リスク回避の動きを強めにやっていかないといけないんですよ。まあ、これに関してはもう随分前から皆さんにね、話してても、今更言ったことじゃなくて、もう何年も、ね、ずっと前から言ってることですから、今回もそのパターンがね、当てはまった感じですよね。で、今の時点で 25.06 まで上がってきてるので、やっぱしね、今晩の CPI の発表次第かなって気はするかな。で、為替の方もですね、今125円の半ばですね。まあ、ここあたりでうろうろしてるんですけど、125円の60銭近辺ですね。フィボナッチラインはここ。423.6% 戻しラインですね。まあ、ここが見事に上値抵抗ラインとして意識されてます。で、まあ、今晩の動きを見てからじゃないと、おそらくここを突破するような動き方はしてこないかなって気がするんで、一旦はですね、レッドゾーンなんですよね。行き過ぎた急騰をしてるんですよ。目先ね、どっかで調整入りそうな気もするけれども、結果を見てからが絶対いいと思います。はい。安易に、まあ、売りと買いどっちにね、ポジション取っても、やっぱし今晩の発表される消費者物価指数アメリカの、そこのデータは、おそらくね、結構ね、すごい数字出てくる可能性高いわけじゃないですか。そういったね、状況の中で、確率は 50-50 っていうのが今のマーケットの試合だと思う。だからみんなリスク回避で売ったりしてるんですね。はい。まあ中には空売りしてから仕掛けてる人もね、いると思うんだけども、今はもうそういった試合です。今からは、本場に関してはね、もう確率 50-50 上がるか下がるかっていうところは、しっかりとね、様子を見ながらやってもらった方がいいと思う。で、ドル円が、やっぱし円安維持で、日経平均が大きく下げた関係で、前から言っていたドルベースと日経平均、これが、ボトムラインを割ってきました。これ日経平均割ることのドル円なんだけど、為替の変動リスクを加味した日経平均はこれ、海外投資家見てる日経平均はこれなんですよ。僕たちが米国株に投資するときもそうですよね。円からドルに変えるじゃないですか。で、そこの上下っていうところも損益のところには関わってくる。
海外投資家もそう。日本株に投資するとき、例えばドルを売って円を買うわけでしょ。だったらそこの変動リスクってところも加味しなければいけない。じゃあその、ね、ドル円の動きも加味した日経平均はどうなのかっていうと、さっきも言った通り、ここを割ってきてトレンドライン下の方に行っちゃってます。で、バンド幅が下向き方向にちょっと拡大してきてしまってるんで、ちょっとね、地合い悪いですよね。で、3空形成です。1空、2空、3空ですね。3空形成なんで、その後はね、ちょっと、リバってくる確率は高まるんだけれども、まあ、とりあえずここあたりのラインは意識しとかなあかんですよね。あかんですよね。RSI は売られ付きの水準にちなみに入ってません。で、海外投資家は日本株をここあたりで3600億円相当買ってるんだけど、こんだけ下がってるとさすがにその、買ってるっていうよりも売ってるんじゃないかなって気がするんですよね。するんですよね。ちょっとここあたりも厳しいですよね。見ても。じゃあ今日主力どころの銘柄、どういったところがね、動いたのかっていうと、まあ、まずソフトバンクとかから見ていきましょうか。ソフトバンクはまあ小幅の値動きですよね。0.87% 下落という形で止まってます。止まってる。で、ダイキン工業は 3.11% 下落で、まあ、ここもね、大きく日経平均を切り下げる要因になってるんですよね。ダイキン工業を。日経平均への強度、ここもやっぱでかいので、でかいので、ここが、この一銘柄だけで日経平均を22円相当押し下げている。で、あとファーストリテイリング。ここも 3% 下落で、決算に向けて、一旦売りのポジションがね、取られている。まあ、ここの窓埋めをね、やっぱし狙いに来たっていう形の中で、ここも弱い。ここは日経平均65円相当の下落要因です。で、テック銘柄で言うと、銘柄コード8035、東京エレク。ここも200日移動平均線。またね、ここをね、試しに来るような形になってるんだけど、今日 2% 下落。日経平均41円相当の下落要因ですよね。で、5日移動と200日のデッドクロス形成の可能性もやっぱし視野に入ってきてるので、で、RSI も切り下がってるので、ちょっとね、やっぱし、きな臭いですよね、ここもね。きな臭い。あと、ファナック。ここ下落強度3位なんですけど、日経平均40円相当押し下げてます。これ 5% 急落ですね。はい。この前にですね、皆さんに下がってくる可能性に関しては、これライブ配信の中で確か話してたと思うんですよ。MacD がデッドクロス形成しそうになってるんで、もう少し見ようって。今買うのは早すぎるってね。で、これがね、今日 5% 急落ですよね。で、ここの窓埋めを狙いに来てるんだけども、まだここの窓を全部埋め切ってるわけじゃない。埋め切ってるわけじゃない。5日移動平均線も切り下げてきて、パラボリックは下落取りの形成ですね。まあ、急落は3日待てなんで、基本的には。急落した銘柄っていうのは3日目、4日目ぐらいに一旦短期的なね、ボトムを取って、自立反発をしやすい。まあ、そういったね、傾向があるんですよ。なので、まあ、こういった風にね、5% も大きく窓を開けて急落してるんだったら、ちょっとね、見たいのかなっていうのが、僕のその、率直な感想です。現時点での。ただし、本当にわかんないんですよね、今ね。CPI がどっちに触れるかっていう風には考えたら。結果次第ね。だからもうリスク管理ですよね。もうこれはもう今年に入ってからずーっとね、皆さんに言い続けてることだし、日経平均がボトムを打ってから上げ続けてる段階で売り上がっていきましょうと。何度も言ってきたことですよ。4月5月の相場に向けて、3月、ね、3月相場ね、どういった風にポジションを作っていくのか。どれだけ持ち越すのか、どれだけ売るのか、しっかりと考えて、4月、5月相場に向けて、3月のうちからね、もう半ば以降から言ってたんだけど、3月のうちから考えていきましょうって。で、それを考えれてた人が、やっぱし高値で売り抜けられて、今ね、利益を確実に取ってると。で、今、安値水準をね、模索して、どの段階でね、またね、買ってやったらいいんじゃない、買ってやろうかっていうふうに、ね、考えてらっしゃると思うんですよね。やっぱそういったふうにね、リスク管理しておくっていうのが非常に重要です。特に今回の CPI であったりとか利上げペースっていうのは過去前例ないんですよ。あと QT も来るわけでしょ。もうこんなのやっぱし過去にデータがないようなイベントが目白押しなので、そういうことだったら、やっぱしね、リスク管理っていうところ、キャッシュポジションの比率をどれだけにしとくのかっていうところを重点的に考えてあげるっていうのが一番ね、重要だと思う。で、今日ね、YouTube のコメント欄にも空売りでね、儲けてますよっていう人ももちろんいるんですけれども、それはね、慣れてる人がね、やってもらったらいいと思うんですね。買いと売りとではやり方全然違うし、いろんなね、空売り規制であったりとか、ね、逆ヒブであったりとか、いろいろとね、ケアしなければいけないことあるんですよね。慣れてる人やったらそこあたりは全然構わんのですけど、もし慣れてない、素人の方が安易に、ね、空売りをやってしまうと、思いもよらない、まあ、損失につながってしまう可能性があるんで、僕はね、なるべく空売りっていうのは、みんなに、ね、積極的に推奨はしてないです。推奨はしてないです。損失は無限大なんでね、空売りはね。
なので、まあ、そこあたりもしっかりと加味して、儲かってらっしゃる方は、利益を出してる方は、本当にね、もう、おめでとうございますって感じですね。ファインプレイです。やったやないですか、本当に。はい。ただ、今晩に向けてポジションもね、空売りしてる人たちも、少し解消はね、してた方がいいかなというふうには思うかな。どっちに触れるかわかんないから、本当に。はい。そんな感じです。で、あとね、主力どころの動きも見たので、トピックスであったりね、そこあたりの動き方を見ていくんだけど、まあ、その前に金利の動向を見ましょうか。まあ、今晩ね、9時15分からライブ配信しますよ、また。はい、その時にまた金利の動向とか見ていこうと思うんだけど、今のところアメリカの10年債利回りは 2.822% まで急騰中。で、2年債利回りも 2.5% 近辺で高止まり状態。30年債利回りも、こういった状態でね、急騰してますよね。長期の債券利回りが。しかもバンドオークなんですよ。日柄調整が入るのは様子見なんですね。バンドオークっていうのは、日柄調整が入って、パラボリック、このドットチャートと、MACD が下落トレンドを形成すると、一旦ね、この中央線あたりまで戻ってくるっていうテクニカルパターンが出やすいんだけども、その前段階である日柄調整、日足が上の青のラインから離れるような動き方は出てないんですよ、今のところ。やったらもしかするともっと金利上がってくるかもしれないっていうところを考えて、要は取引していかなくちゃあかんっていうことですよね。現に昨晩、アメリカのグロース株はまた大きく急落しましたよ。急落。はい。で、指数見ていくんですけど、ナスダックに関しては 2% 急落で、5日と25日のデッドクロス形成が近いでしょ。で、ソックス指数も 2% 急落。で、直近の安値水準を、ここはね、逆に下に、下回りそうになってるんですよね。トレンドライン弱いんですよね。で、この関係で、セクターローテーションを見る上で重要な GV 倍率、グロース株指数を割ることのバリュー株指数は今切り下げています。切り下げている。今、これが下がってるので、これ上昇するとグロース株優位で、下落するとバリュー株優位というふうに判断するんだけど、これ切り下げてるんで、バリュー株の方が今相対的には強いんですよ。まあ、下げてたとしても、下げ幅はグロース株よりも限定的という形ですよね。ここもね、まだ下げ止まりの兆候見えてないですよね。はい、ストキャだけです。ストキャだけ。バックDも鋭角に切り下げている。で、ボリンジャーバンドのね、マイナス2シグマのラインタッチしてるけれども、ここも、まだね、どうなるかわかんない。まあ、バンドオークになるかどうかってとこを見ておかなければいけない。どちらにしても目先グロース株不利の流れは、昨晩、まあ、今日の日経平均見ても続いています。続いていきます。はい。まあまあ、ここも予想通りですけどね。うん、なんかもう前ねコメントで予想通りって言い過ぎっていう風に言ってつまらないみたいな、毎回同じ話してつまらないっていう風に言われるんだけど、微妙に発言の内容とか変わってるからね、みんな変わってるからね。だからそこあたりはやっぱしさせてもらえたらなっていう風に思いますね。まあこの GV バイアス下がってくるかもねって話してましたからね、ここあたりで。うん、だからグロース株ちょっと注意していこうっていう風にみんなにアナウンスしてライブ配信の中で、ね、でこれで下がってるわけでしょ。はい、まあびっくりはしないですよね。うん、まあ、ちゃんとね、分析できててよかったなというふうに本当に思ってるんだけど、個人的には。はい。ただやっぱし、こういったのって、アピールしていかないとあかんからね。僕の立場からしたら。やっぱし、投資系 YouTuber として活動してるんで、やっぱし、どれだけね、自分をアピールできるかどうかっていうのが、ポイントだと思うんですよ。営業もそうですよね。どれだけお客さんに自分のことが、まあ、お客さんにとって、まあメリットが、僕と付き合ったらメリットがあるかどうかっていうのを訴える、まあ自分をアピールする力っていうのがやっぱし、ね、証券会社で働いてる時も必要でしたから、まあ営業だったら何でも必要ですよ。で、やっぱしね、そこあたりをね、ご理解いただきたいかなっていうふうに思います。もうこれアピールしてなんぼですからね。僕がやってるこういった YouTuber としての活動っていうのは自分を出してなんぼなんで、はい。そこはね、やっぱしね、外国人の考え方っていうところと似通ってるのかなと思ったりするよね。外人もね、自分をアピールするのがうまいですからね。まあ、海外ね、やっぱし僕も留学1年間ぐらい、しどりにしてたおかげなんですけど、こういった風に自分をアピールしなくちゃいけないっていう風に気づけたことはね。まあまあ、とりあえずグロース株は不利。で、深センは 2% 上昇で、ハンセンは 0.52% 上昇。朝方はね、うん、バチューはね、結構弱い動き途中してたんですけど、深センは途中から切り返してきてます。
ユーロストック5種、欧州の株式マーケットは、この前言った通り、5日と25日のデッドクロス形成ですね。この水色ラインと黄色のラインのデッドクロス形成を踏まえて、下の方に1本下がりました。で、ドイツダックスも 1.52%、今下落中ですね。1.52%。で、現状、日経平均先物とか100円相当上がってるのかな？上がってたりしてるんだけれども、ニューヨークダウ先物は177ドルぐらい下がってますもんね、今のところ。で、ビットコインは今500万を挟む展開ですね。はい。ここあたりでうろちょろしている。まあ、ここもね、やっぱ下げてきたよねって感じだよね。で、トピックス。次に見ていくのが。1.38% 下落かな。で、ここの窓埋めをほぼ完了しました。今日の下落で。で、ここに窓がちょろっと開いてるんで、そこまで行くかどうかはわかんないんだけども、5日と25日のデッドクロスは形成しましたよね、ここでね。で、窓を1区、2区開けての下落中です、今。3区目、形成するかどうか、ここに向けてね。うん。うん。ストキャスティックスだけですよね。ストキャだけですよね。角度が低い、ここで下げ止まるっていうのは時期早々かな。マザーズも今日 0.91% 下落です。パラボリック下落トレンド形成。で、MACD もデッドクロス形成ですね。下落トレンド形成中です。で、RSI もまだ完璧に落ちきってない。はい。ストキャスティックス落ちきってないですよね、これもね。で、ボリバーの中央線とか25日移動平均線ラインがね、ボトムラインと意識されてるんだけど、ここで止まって反転するかどうか。でも、前から言ってる通り、11月の高値期日は5月の17日なんで、ここまではブレますからね。どっちにしても。ここまではブレてくる可能性があるんで、ここからまたね、今晩様子見て、上がってきたとしても、ここあたりでまたね、需給の壁にぶつかって、売られてくる可能性が高いと思うんですよ。信用取引で買ってる人たちは、買ったものは半年後に売らなければいけないんですね。売ってるものは半年後に買い戻さなければいけない。まあ、無期限信用だったらね、そこの期間の縛りはないんだけども、基本的にみんなやってるのは制度信用取引の方が割合的には多いです。多いです。半年期日の方が。そういったことを考えるならば、ここあたりは注意。だってね、ここあたりもね、バッチシ当たりましたもんね、予想が。9月の15日の高値の半年期日、3月15日、ここまで下がって、ここをボトムにして反転上昇ですよ。半年です、この期間も。やったらここからここまでの半年っていうところのスパン、そこはねしっかり見てやった方がいいかなというふうに思います。まあ、特に11月の18日に信用の改ざん結構高いところも入ってて、ここの5月に来るまでに需給が改善してない銘柄、上値の重い銘柄に関しては特に警戒感を強めにやっとかなければいけないかなって気はする。で、マザーズへの資金の流れも未だにまだちょっと微妙です。これ NM バイアスですね。日経平均割ることのマザーズ。上昇すると日経より、下落するとマザーズより。っていう風に見るんだけど、ここも切り上がってる。ところから今日若干下落。まだ何とも言えない。で、TM バイアス。これトピックス割ることのマザーズですね。上昇するとトピックスより、下落するとマザーズより。で、今トレンドラインは上向きなんで、まだマザーズよりもトピックスの方が優位性は高いです。ということを考えるならば、ちょっとね、マザーズの値動きは、慎重にね、判断していかなくちゃいけないのかなって気はしますよね。はい。なので、現状の日本株のマーケットの動向、あと個別、まあ、主力どころの、ね、動きを見たんだけども、まだ、今日時点までは、今晩のイベント、重要イベントもあるので、様子見姿勢。これはね、いいと思う。で、打診をしている人がいるんだったら、それはね、リスク管理しながらね、やっててもらったらいいんじゃないかなというふうに思うんだけど、上がるか下がるかっていうのは分かんないからね、もしかしたら上がってくるかもしれないから、そこに向けて若干ね、ちょっと打診買いしとこうかなっていうふうに言うんだったら全然 OK。今日の行動としては。で、フルポジションですよね。例えば信用取引でマックスまで買ってやろうとか、そういったところに関してはちょっとやっぱし、今晩の重要度から言うとやりすぎなのかなっていうふうに思うんで、そこあたりをね、しっかりと意識して、今日取引できた人は一番良かったんじゃないかなっていうふうには思います。個人的には。尖ってる部分は若干外して、利益出てるものは一部利確ですよね。例えばその信用取引で3倍買ってて、直近儲かってますと、空売りとかでね。やったら、少しで買い戻す動き、それを入れてて、今日は良かったんじゃないかなというふうに思うんですよね。やっぱしですね、重要度ってのを見てほしいんですよね。皆さんには。指標の重要度。
そんなにね、重要じゃない経済指標で、まあ、ここあたり過ぎたら上がるかもしれないっていうことを予想して、要は、買ったり、売ったり仕掛けるっていうのは、結構ね、やっぱりリスクは少し抑えられはするんですけど、今回のケースと違ってですね。ただ、今回のケースに関しては、この CPI の発表は、アメリカの利上げペースであったりとか、ね、タカ派的な発言がどれだけね、またさらに強まってくるのかっていうところであったり、あと QT っていうところに非常に関わるわけでしょう。わけですよ。しかもインフレが上がってるっていうことは、インフレが高まってるってことは、インフレ率が上昇してるってことは、物価がすごい上がってる、高騰してる、経済にとってやっぱし悪影響を及ぼしかねないっていう、そういった状況ですよね。そういった中でやらざるを得ないっていう立場で臨んでるんでね、FRB メンバーは。重要度が今までと全然違うと思います。3月の CPI の結果と今回の CPI の結果、重要度は全然違います。3月の CPI は、コモディティ価格、原油とか急騰したじゃないですか。あそこあたりの上昇というのはほぼ加味してません。加味してません。で、4月、5月ぐらいから、その上昇分を加味した結果っていうのが少しずつオープンになってきます。まあ、そこあたりをしっかりと見てトレードしなければいけない。まあ、それだけね、やっぱしね、どんだけ急騰してくるかわかんないっていう状態なんで、やっぱしね、重要イベントっていうところでのポジション管理。それがやっぱし、まず優先すべきことなのかなっていうふうに思うかな。頭と尻尾はくれてやれ。これでいきましょう。3月もそうでした。頭と尻尾くれてやっても、全然儲かった。で、今回も全部下がってます。またね。特に半導体テック株、ひどいです。米国株、だら下がりです。即日、大暴落中です。そういった中で、まあ、どういったね、戦略を立てていくかっていうのを今晩またね、皆さんと一緒に CPI の発表後の値動きね、マーケットの。そこを追いながら、またね、解説していきたいと思うので、今晩9時15分にまた皆さんで僕のチャンネルに集合でよろしくお願いします。そこからね、ライブ配信スタートするので、よろしくお願いします。というわけでね、また何か動きがあったらすぐにですね、YouTube であったり Twitter で情報配信していくので、よかったら最後に皆さん、チャンネル登録と、あと高評価ボタン押しておいてもらえるとすごい嬉しいです。あとメンバーシップでね、テクニカル分析の勉強会もしているので、もし今以上に再現性をね、身につけたいと、今以上に勝率を上げる方法が、あるならば、まあ、1% でも確率を上げれるものならば、まあ、一度ね、学んでみたいっていう方がいたら、ぜひともそっちの方もね、検討してみていただけたらと思います。というわけで皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また後ほどお会いしましょう。お疲れ様です。